アブジャはナイジェリアの首都である。1976年に首都を最大とシラゴスから移転することが決定された時、国土のほぼを中央に位置することからアブジャが選定された。市街地は連邦首都地区の北東部に位置する。市街地中心部分のマスタープランは日本の建築家、丹下建造によるものである。アブジャは1991年に正式にナイジェリアの首都となった。 九州とラゴスは現在でも、経済の中心であり、ほとんどの国が大使館をアブジャに移転した今でも、より大規模な旧大使館を領事館として、ラゴスに維持している国が多い。ベヌエ川とニジェール川の合流域に存在する。フェーズ1は5つの行政区に分けられる。フェーズ2においても5つの行政区が置かれている。そして、フェーズ3の行政区は以下の通り、 5つの郊外行政区がある。空港道路沿いには衛星居住地のクラスターがある。他の衛星居住地は、欠片の気候区分では、サバナ気候に区分される。近郊に、ナムディアジキウェ国際空港がある。単純に、アブジャ国際空港とも呼ばれる。空港の名前は、ナイジェリア初代大統領ナムディアジキウェから名付けられた。ミニバスやタクシーが市内の交通を担う。 市内には鉄道などの大量輸送機関はなかったが、中国の企業によって2016年にアブジャカドゥナ鉄道、2018年にアブジャライトレールが建設された。ありがとうございます。